はい、あ皆さんおはようございます。えっ、ー、と秋田県立大学の谷口です。えっ、ー、と民間稲作研究所の理事をおせつかっています。えっ、ー、と今日はあの第公開シンポジウム2日目の一番最初の貴重報告をお務めいたしました。よろしくお願いします。タイトルはえー、民えー、緑戦略以後の民間の作研究所の活動についてというふうにいたしました。 えと少し話を始める前に、私自身のことをお話したいと思うんですけども、稲葉先生が2年と2か月前ですね、亡くなられて、でそれから私、えーと、1回もまだ民間の作権救助にお邪魔していないんですね。で昨年はこの公開シンポジウムを中心になりまして、 今回は開催できたことは大変ありがたいんですけども、えー、いつもの,あの宇都宮のコンセー例の会場にです、ね、集まって、まあ、皆さんのお顔を見ながら、えー、いつも、ね、来られている、えー、民間人作の会員の方のお顔を見ながら話しするのとまた違って、えー、今日は、えー、っとこの私の話を聞いてくださる方たちがどんな人なのかということをです、ね、思い浮かべながら話していると。 いいいうようよなな少し頼りない気持ちでいますまた、稲葉先生が亡くなられたことについても、まあ、先生が亡くなられてから、え一度もまだですね、あのまあ、さっき民間の研究所にお邪魔してないと言いましたけれども、新しい理事長の立野さんとも、まあ、他の理事の方ともですね、直接話をすることもまだありませんでした。まあ、非常になんと言いますか、不思議な2年間で、そういう気持ちのまま、さあ、 えー、民間医学研究所のこれからについて話そうと思ったんですけども、ちょっとすぐにそういう気持ちにまだなっておりません。なんと言いますか、まあ、稲葉先生が亡くなられたこともそうなんですけども、まだうまく受け入れられていないような気持ちでいます。で、特になんと言いますか、えー、不思議なというか、偶然だったのは、まあ、稲葉先生が亡くなられてほぼ1ヶ月、 たって、まあ農水省の緑の食糧システム戦略の話が聞こえてきたことなんですね。今皆さんと皆さんに見ていただいているこの画面では、えっとツイ文集にまあ私が書いた文章をちょっと一部引用しました。で、本当にえっと去年の1月に緑のまあ緑戦略とこれから呼ぶことにしますけども、緑戦略がを 社会に聞こえてきてですね、あれよあれよという間に昨年5月に戦略が確定して、そして後でお話しますけども、まあ、農水省は、えー、早速も予算をですね、つけて、まあ、本気でこの緑戦略を実行するつもりでいるようです。そういう大きな転換期の本当に直前に、まあ、先生が亡くなられました。まあ、同時に、ほぼ同時期に、 あのコモンズの大江忠明さんもでですねご病気で亡くなられました今も思うんですけども、本当に稲葉先生が生きておられたら、このことを何と言っただろうなと思うんですね。まあ、そこに書きましたけども、まあ、とうとうこの日がやってきた、私たちが培ってきた循環型有機稲作技術を全国に普及しようと、満、ま、面の笑顔でまあ劇を飛ばしたことでしょうと。 もしかすると、その勢いで病気だって治ったかもしれないというふうに思います。本当に、なんで先生、ね、この緑戦略のたった1か月前にこの世を去られてしまったのかと思うと、今もと,とても残念です。せめて緑戦略が出たことだけでも、生きている間にお知,お知らせしたかったなと、今でも思っています。それで、今日のお話は、まあ、そんな私の気持ちを 少しこう整えるために、2年前ですね、先生が生前20周年のシンポジウムをされたあの時にちょっと戻って、そこから話を始めたいと思います。2020年の2月16日、2年前の公開シンポジウムで、稲葉先生はこんなことをおっしゃいました。循環型有機農業の技術は完成した。これを使って稲麦、大豆、輸料種子を輪作することによって、 日本の土地利用型農業を有機農業に転換する見通しがついた。これからはこの技術体系を普及する。ですねこれまさに緑戦略が言ってることそのものだと皆さん思われませんか。有機農業の面積を25%、100万ヘクタールに増やすと言ってます。まあ、そのためには、当然、土地利用型農業である居眠き大豆、医療種子をですね、広範囲に作付けすることが必要になります。 先生、まさにその技術の体系が完成したというふうにおっしゃいました。そして、あの、公開シンポジウムの一番最後に、まあ、シュプレヒコールがありまして、有機農業、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろうと、まあ、私も壇上でシュプレヒコールに、こう、花を叫びましたけれども、皆さんと一緒に誓ったわけです。で今日は、この稲葉先生の、えっと、一緒に交わしたシュプレヒコールのこのところからですね、私の、えっと、 話を始めたいというふうに思いますで。昨日の第1日目の公開シンポジウムでは、立野さん、それから川又さん、富ーさん、ヤクさんの4人の方がお話になりました。私の,まああの感想では、こう有機農業技術の普及に関しては、立野さんと川又さんがお話にされました。特に川又さんは、 稲葉先生は技術は完成したとおっしゃったんですけども、えー、鎌田さんはいやいや、まだまだ不十分なところがあるよということを指摘されて、逆に言えばこれからここを展開していけばいいんだという新しい改善点を指摘されたというふうに思います。で、富井さんはこの消費者がですね、こういった有機農業の拡大にどんな役割を果たすのかということを説得的、説得力を持ってお話しくださったと思います。 林薬さんは、まあ、種の問題をはじめとして、まあ、これからこの緑戦略をきっかけに、まあ、社会をどう変えていったらいいのかという、社会のまあ変革、変革ということありますけれども、社会変革について語ってくださったかというふうに思います。まあ、稲葉先生、非常にたくさんの顔を持って、えーまあ、スーパーマンのような方でしたけれども、まあ、稲葉先生のお仕事を、技術の,技術の点では舘野さんと川又さん、消費の点では富井さん、 社会変革の点では、院役さんがちょうど分担して報告されたのかなと私は思いました。で今日はですね、この、えっ、ー、と、皆間先生のご意思を継いで、これから有機農業技術を普及するんだということについてお話し,したいと思います。ところが、偶然ですけども、緑戦略がちょうど出てきました。でも、出てしまった以上ですね、この緑戦略を無視して、 有機農業の推進を語ることはできなくなりました、まあ、緑戦略にはいろんな意見があります私もずいぶん批判的なことも言いましたただこの戦略が出たというこの戦略を農水省が出した言い換えると農水省が、えー、有機農業をですね100万ヘクタールに拡大するんだということをですね国の言葉として言ったということはこれはもう圧倒的な事実でありまして この事実を後戻りさせてはいけないというふうに思いますですから今日のお話は緑戦略と絡めながら民間稲崎研究所の活動をどうしたらいいのかということについて私の意見をお話ししたいと思いますただ先ほど申しましたように私2年間あの稲津研究所に接していませんので、まあ研究所の常任、えー、っと理事会の方たちがですね考えていることと少しズレがあるかもしれませんけどもまあ、その辺は ご理解いただきたいいと思いますで今日のお話ですけども、まず、緑戦略とはどんな戦略かについてまとめていきたいと思います。で、今日はですね、緑戦略の解説をするつもりはありません。そういった講演は、去年も何回かいたしましたけども、そのために時間を取ってしまうともったいないですので、緑戦略は緑戦略として、有機農業を地域に広げるためにどんなことが必要なのかということを、 4点に分けて皆さんとおさらいしたいと思います。1番目が有機農業の技術を教える学ぶ技術研修。2番目は食べてくれる人を増やす消費拡大。3番目が行政が有機農業を理解する行政からの支援。4番目が地域の食とのを作る市民会議を作る食の自治組織ですね。この4点にまとめてお話ししていきたいと思います。 さて、まず最初は緑戦略とはという話です。すでもにたくさんのところで議論されていますし、今日この場に来てくださっている方たちは、まあ、緑戦略についてある程度ご存知だと思います。ですから短くまとめたいと思います。<laughs> この緑戦略にはですね、キャッチコピーがついていることを気がつかれましたが、緑戦略には必ずですね、そこの中で書きました言葉がついてきます。食料、農林水産業の 生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現と書いてあります。で、このキャッチコピーがですね、とても大事だと思います。まず一つ目のポイントが、えっと、生産力向上に持続性を加えたことですね。まあ、これはあの農業の専門家の方たちも言ってますけども、えっと、日本農業はこれまで一本の柱しかなかった。生産力向上という柱しかなかった。 生産力向上というのは具体的には増収ですね。単収を上げること。それから効率を上げること。え規模拡大。まあ、おなじみの、えー、ずっと今まで自民党の政権がずっとやってきたことですけども、まあ、その路線しかなかった。でこの度ですね、えー、と、日本の農業政策の中で、まあ、持続性という言葉が初めて出てきました。で持続性という言葉は、正確に言うと持続可能性。英語のサステナビリティ。 という言葉を日本語に訳した言葉ですけれども、持続性というのは持続可能性のことです。<laughs> でこの持続可能性という言葉も、どんな意味なんだということで、まあ、学者の間ではもうくたくさん議論がありますけれども、ここではその言葉をまあとても素直に受け止めて、ずっと続けていけることというふうに定義したいと思います。つまり、つまり持続可能ということは、持続することができるということですから、ずっと続けていけること。 考えたいいと思いますそうしますと、振り返って、じゃあ現在の近代農業、観光農業は持続可能ではないということになります。つまり、続けていくことができないという意味ですね。えー、と昨日のイのヤクさんのお話の前半の方で、もう、えー、と近代農業が完全に行き詰まっているという話がたくさん出てきました。私も全く同感です ですから、この緑戦略がですね、まあ、突然出てきたというふうに感じられるわけですけどね、あの突然農水省がですね雪の上を広げるなんていうのは、なんだこれはと、なんでこんなことになったんだと思うかもしれませんが、その背景には、近代農業は続けていけないという大きなま危機感があって、まあ、農水省は多分ですね、喜んで緑戦略を出したわけではないと思うんですね。やむを得ず、仕方なしに。 やったと思います。なぜなら、ずっとこの間ですね、農薬と化学肥料を使うことを認めてきたからですね。緑戦略は、農水省にとってはいわば、今までの政策の自己否定、自己否定までいかなくても根本的な転換になると思います。本当はそんなことはしたくなかった。まあ、そう思った人もたくさんいると思うし、全国の、えっ、ー、と、都道府県、普及センターとかですね、農協関係者の多くは、今でも 緑戦略を内心ででははは受け入れていないのではないいななのかと私は思いますだって農薬は安全であると言って使ってはきたわけですよね、使い方を間違えなければ安全である、化学肥料を入れなければ作物は育たないと言ってきた農水省がある日突然、ですね全く逆のことを言い始めたわけですね。こそこにまあこの緑戦略の、なんと言いますか、とても大きな複雑な意味があると思います。<laughs> で緑戦略にはです、ね、この4つの数値目標が示されていまして、これがいつも語られています。農林水産業の CO2 排出量実質ゼロ、化学合成農薬の使用量50%削減、化学肥料の使用量30%削減、そして有機農業を100万ヘクタール、全農地の25%に拡大するという目標であります。 で、このような目標が出てきた背景には、まあ、さっきも言いましたけれども、今進めている近代農業が持続可能ではないということが明らかだからですね。まあ、インヤクさんもたくさんの資料を掲げましたけれども、今日私は、えっと、1枚だけこの資料を皆さんと共有したいと思います。これはあの、えっと、プラネタリーバウンダリー という言葉でこの,この間、非常によく使われている言葉ですね、まあに。日本語に訳すと地球の限界ということになります。ここに掲げられている環境問題のうちで、どれが深刻かというものをですね、いわばまあ成績付けしたものと言っていいと思います。この真ん中に点々の丸が見えますよね。この丸の中に入っているものは、まあまあ安全ということのようですね。 ですから、化学物質に漏線とか、オゾン層の破壊、体系アロゾル、海洋酸性化、気候変、あ、などはですね、まだ OK で、淡水利用もまだ OK であると。でも、気候変動になると、この緑からはみ出してますよね。少し危なくなっていると。えー、左側に行って、土地利用の変化。これは森林を伐採して、農地に使ったりすることを指しますけども、これはかなり深刻であると。ただ、圧倒的に 深刻なのは、この右左の上の生物多様性の損失。そして、この反対側にあります、えー、と生物・地球科学的循環、窒素とリンのリサイクルであります。ここだけ項目が2つに分かれていますが、N と書いたのが窒素。で、ここにちょっと字が隠れてますが、P と書いてあるのがリンですね。ですから、化学肥料やリン鉱石の採掘によって、 でこう大気中に出てくる窒素と環境中に出てくる窒素とリンの量は、ですねもうものすごい危機的な状態だということがわかります。そして改めて見てみますと、この赤で、やや赤い字で、一番外側の不安定な領域を超えている部分は、実はみんな農業に関する部分なんですね。土地利用、あ生物多様性の損失、土地利用の変化、そして窒素とリンの過剰使用であります。 昨日も陰員役さん繰り返しおっしゃってましたけども、実は農業から出る、えー、と負荷というのがものすごく大きいんだということですね。だから変わらなきゃいけないという話につながっていきます。次に行きます。えー、緑戦略はいろんな資料がありますけども、この1枚の資料がよく使われます。今日は時間がありませんので、あのさっき言った4つの数値目標がどこに書いてあるかだけちょっと確認します。ご覧になりますか ここの赤でで囲ったところですね。2050年までの目指す姿、農林水産業の CO2 ゼロエミッション化の実現。ゼロエミッション化というのは排出量をゼロに実質ゼロにするということですで。ここ長いんですが、低リスク農薬への転換、うんぬんかんぬんぬんかんぬんて書いてあって、化学農薬の使用量、リスク換算を50%低減すること。それから輸入原料や化石燃料を原料とした。 化学肥料の使用量を30%低減すること。高地面積に占める有機農業の取り組み面積の割合を 25%100 万ヘクタールに拡大することですね、はいで。今日はこの4つをどう進めるかについて話したいと思います。あもう一つは言い忘れました。この緑戦略はですねあの国際公約になったということです。昨年9月に 国連の食料システムサミットというま国際会議が開かれました。9月の23、24日です。でこの時に、えー、菅前首相がです、ね、ビデオメッセージを発信しました。えー、これ、国が出しているあの公式なビデオメッセージの写真ですね。でそこで何を言ったかというとここです、ね、菅前首相のビデオメッセージの要点。この赤で,赤で書いたところだけ読み上げます。第一に 生産性の向上と持続可能性の両立です。このための鍵となるのはイノベーションやデジタル化の推進、科学技術の活用です。我が国は5月に策定した緑の食料システム戦略を通じ、農林水産業の脱炭素化など、環境負荷の少ない持続可能な食料システムの構築を進めてまいりますというふうに宣言しました。 ですから、緑戦略はすでに国際公約をされた戦略だということになります。農水省が目下ですね、新しい法律を作ったり、予算措置を決めて、いわば猛烈にですね緑戦略を進めているのは、もう引き返せないからですね、国際公約をしてしまった以上、引き返せないということがあります。ですから、私たちも、まあ、ある意味その覚悟で、緑戦略を受け止める必要があります。さて、 今までがですね、緑戦略の概要についての話です。ここから先は具体的な政策の話に。地球の限界のそれですか。はい、今一つ変えたんですか変わりましたかはい。すいません。あの、さっきのちょっとずれてしまったみたいですけども、ここにさっきの4項目掲げられています。で、菅首相が、えっと、 国連食料システムサミットで公約をしたスカ首相の写真が載っています。で、ビデオメッセージの要点がここに書かれています。ですね <laughs>、はい。で、まあ、ちょっと繰り返しになりますけども、スカ首相はこのような形で、まあ、緑戦略を国際的な公約だと、日本の公約だといったことになります。で、次なんですが、ご覧になれますか具体的な政策にしました。 てますあよかった、はい。ではですね、ここから先、えっと、具体的な話に行きます。今までは、ですね緑戦略とは何かという、まあ、総論的な話だったわけですけれども、えっと、さっきから言っておりますように、農水省は緑戦略を具体化する政策を、まあ、驚くほどですねあの矢継ぎ早に打ち出しています。で特に、えっと、有機農業政策の目玉と思われるものが2つあります。 一つが、このオーガニックビレッジという政策です。まあ、すでに聞いておられる方もいると思いますが、えっと、この政策について説明ちょっと説明したいと思います。まず、オーガニックビレッジという言葉ですけども、まあ、日本語に訳せば、えっと、有機農業の村、まあ、有機の里って言葉がありますけど、まあ、それを英語に訳した、直したものだと思っていいと思います。どんな政策かなんですが、ここの、 ちょっと今、マウスを使って指定してますけども、この事業の内容と、この下の先進地区創出に向けた思考の部分をちょっと読みます。まあ、字が小さいので、ゆっくり読み上げます。有機農業に地域ぐるみで取り組む市町村等において、有機農業の生産から消費まで一貫し、農業者のみならず、 事業者や地域内外の住民を巻き込んだ取り組みを推進すると書いてあります。大事なところですね、その文字が少し太くなっています。まずですね、ポイントが市町村なんですね。このオーガニックビレッジという政策は市町村単位で行います。宇都宮市とかですね、上川町とかですね。そして次は、 えっと、有機農業の生産から消費まで一貫する。ここ、今までのですね農水省の有機農業の政策と大きく違います。今までですねあの有機農業の産地づくりのいろんな支援、あの補助金の事業がありましたけれども、まあ、そのすべては産地づくりだったんですね。まあ、これも産地づくりとは書いてありますけれども、産地づくりということは、生産をする場所、地域を作って、 そしてそれを消費するですね。それは外であると。地域の外に売っていくという事業だったんですけども、この事業を初めて消費まで取り込むと。地域の中に入れるというふうに書いてあります、まあ。いわば有機農業の地産地消と言っていいかというふうに思います。二 <laughs> つ目のポイントは、あ、三つ目ですね。市町村を単位とすること。消費まで含むこと。三つ目はですね、農家だけでなくて、事業者や 地域内外の住民をを巻き込んだ取り組みをするこの住民という言葉も、今回初めてまあ入ったと思います。<laughs> そして、今度右側をご覧ください。この丸で囲んだ円で囲んだところ、これが、あの、オーガニックビレッジの事業のモデルとなります。生産から加工流通から消費まで行うんですね。<laughs> そして、一番上に市町村主導で取り組みを進めると書いてあります。うん、そして、真ん中にですね目標の数字が書いてあります。これも大変、まあ、よく言えば意欲的、えーと、ちょっと批判的に見ると、すごいせっかちだなと思いますが、2025年までに100市町村でオーガニックビレッジを宣言してもらうとです、ね。2025年ですから、2、3、4、5、あと4年間で100市町村。 そしてその下に小さいカッコに入った字で書かれてますが、2030年までに全国の1割以上の市町村、約200で宣言してもらうんですね。ですから、まあ、これから約10年以内に全国の1割の市町村がオーガニックビレッジになるんだ、するんだというのがこの政策であります。次のスライドに行きます。 具体的なことはいろいろ書かれていますけれども、ちょっと時間の関係で、ここは省略しますで。もう一つのこの緑戦略の目玉戦略はですね、えっ、ー、と、グリーンな栽培体系への転換という事業です。これはですね、先ほどのオーガニックビレッジが消費まで含んだ、まあ、いわばフードシステムというこがありますよね、生産、流通、消費まで含んだ 全部を含む事業などに対してえ、グリーンな栽培体系の転換はですね、新しい、えー、と原農薬、原化学肥料や有機農業の技術を開発するというものですね。ですから、ここには消費者は入っていません。あのちょっと字が小さくて恐縮ですけれども、えーと、左、右側の真ん中あたりにですね、モデルが書いています。農業者者普及組織実 JA 等、農機メーカー、肥料、農薬メーカーと書かれています。ですから、これはあくまでも生産側、このグリーンな栽培体系の転換という事業は、生産側をですね、の技術をどうやって普及するか、新しい技術を開発して普及するかということに絞った政策だと言えると思います。次のスライド、切り替えましたけれども、具体的にやることがいろいろ書かれています。 これもちょっと時間の関係で、後で、あの、省略したいと思います。今ですね、これ新聞記事に切り替えました。今年の2月4日の記事ですけども、えっ、ー、と、緑戦略を実現するための新しい法律を農水省が作っているという内容です。有機団地化を推進という、ちょっとこの言葉、私も ハッとしましたけども、えっと、全国でですね、雪の業を広めるときに団地化するんだというようなことが書かれています。そういったことを進める法律を今作っているということですね。これもちょっと時間の関係で省略します。さて、えー、緑戦略を以上のように簡単にまとめました。うん、そして、これからですね、えっと、緑戦略のことを頭に置きながらも、臨海のさ研究所や、あるいは今日この場に来て、 来られる、まあ、全国の有機農業に関わっている方たちがね、これから有機農業を地域に広げるためにはどうしたらいいかというポイントを整理したいと思います。一つ目が技術研修です。ちょっと読み上げます。有機農業を広げられない大きな理由の一つは、技術を教えてくれる人が身近にいないことですね。これはもう全国いろんなところで聞かれます。 千葉県いすみ市の例がよく出ますけども、えー、いすみ市では実は有機農家が地域にほとんど誰もいなかったにもかかわらず、稲葉先生が指導に入って1年目で技術が定着しました。これはもう書けばこれだけのことですけども、本当に奇跡的なことだと思います。実は私、いすみ市のこの有機農業の調査をに2回ほどお邪魔したことがあってで、その時の聞き取りした矢沢さんという。 農家の言葉をここに引用しましまた稲葉先生にお願いして2014年4回のポイント研修を実施した最大のテーマは浴槽だったが4.5用の性病を育てること2回白柿浴槽資材の散布深水管理などポイント研修で学んだことを実践することで一緒に取り組んだすべての農家で雑草の発生を抑えることができたのには本当に驚いたと書かれています ですから、今、先生の稲葉農法がまさにいすみ市の条件とドンピシャリでハマったですね、だからあっという間に1年でですね草がぴったり抑えられたですね、まあ、同じことがですね今、木更津でも起こっているという風に聞いてますけども、ちょっと木更津の事例は私は分かりませんので、これ以上は申し上げません。でこのような事例をですね全国で作ることが必要だと思います。 で昨日もポイント研修の話が立野さんからありましたけども、民間の研究所のポイント研修は、まさにこういった事例を全国で作るんだということを頭に置いてやるべきだと思います。でそのためにオーガニックビレッジはやってみる価値があるのではないかなというふうに思います。うん、次に行きます。あこれはあのいすみ市の、えー、と具体的な有機農業の生産額なんですけども、生産額なんですが、 さっき言いましたように2014年、有機農業の取り組みを始めたのが2013年、14年。この14年で稲葉農法を導入して技術が定着したので、あとはトントン拍子にこのように広がっています、ね。ですから今までの有機農業の常識を本当に破る話ですけども、地域に有機農家がいなくてもですね、優れた技術が導入されると短期間で有機農業が広がる。 面的に広がっていくということをいすみ氏は表しています、まあ、もちろんどこでもね、本当に行くわけではありませんけどもこういう事例があるということは大変心強いことだというふうに思います二番目のポイント食べてくれる人を増やす消費拡大です <laughs>、えー、昨日富井さんもですねあの消費者の意識が安全から環境になかなか変わっていかないという,う話をしてましたけどもまさに消費者の問題があると思いますちょっとこれも読んでいきます 有機農業が広がるかどうかは、食べてくれる消費者が増えるかどうかにかかっている。これはまあ言うまでもないことですねで。消費を確実に増やす方法として、有機給食、別名オーガニック給食が注目されている。これも皆さんご存知だと思います。その背景にあるのは、公共調達という考え方である。で公共調達については、昨日、陰薬さんもお話しされましたので、まあ、同じ話を私もします。 公共調達というのは、環境保護など公共性が高い商品を行政が率先して購入することと言えると思います。調達というのはあの物品を買うことなんですね。買って使うことです。で身近な例としてよくわかるのは、再生紙のコピー車、トイレットペーパーですね。再生紙がですね、普及始まった頃はですね、なかなか使う人が増えなかっ増えなかったので、まず行政が率先して 行政というのは市役所とかですね、公共機関が率先して再生紙を使うようにしました。でそうしますと、行政が率先して買ってくれますから、再生紙メーカーは、まず行政に向かって販売することができます。そして、行政を、機関を利用する住民とかその他の人たちが、ああ、トイレのトイレットペーパーがね、再生紙などを見て、ああ、再生紙ってあるんだということが広がっていき、今では再生紙を使うことが当たり前になりました。 この再生紙を使った事例を、これから有機農業に当てはめると考えるといいと思います。つまり、次のところに行きますが、行政が率先して有機農産物を購入するんですね。でそれを学校給食に使う。そうしますと、生産者にとっては安定した売り先ができますで。地域で有機農家を増やす道が広げる、開けるということなんですね。まあ、今までの、え作ってはみたけど、誰が買ってくれるんだ。 というその問題を公共調達がクリアすることができるですね。ですから、この公共調達という言葉とと、えー、公共調達の発想を生かした有機給食ということを皆さん覚えておかれるといいと思います。で有機農産物を給食に導入する場合の最大の問題は、あの給食費が安いことですね。 給食費は1食250円ぐらいで作られているそうなんですが、まあ、その食材を有機のものにすると、まあ、当然、給食費で買えませんので、使えないということになります。今まではほとんどの事例で、有給食を使えない多くの事例で、買えません、有給食費では買えませんという理由があったんですね。ところが、この公共調達の考え方を使うと、これを差額を税金で補填するということになります。まあ、税金で 有機農産物を買い上げて学校給食に使うわけですから、給食側、給食になっている給食センターや学校の方は、給食費を上げずにです、ね、有機給食が使える、ここが魔法のようなからくりですけども、まあ、ここが公共調達を導入するメリットということになります。そして先ほど申し上げました、オーガニックビレッジ事業では、有機給食への補助ができることになっています。 ちょっと、あの、またいすみ市の例を一つお話したいんですけども、え、これ2018年に、えっ、ー、と、左側におられるメガネをかけた方が、いすみ市の太田市長さん。隣がですね、有名な職員のサメタさんですね。えっ、ー、と、右にいるのが私と、えっ、ー、と、一緒に聞き取りをしてます、大江忠明さんとか、藤田正夫さんとかですね、共同研究している人たちです。2018年に、いすみ市の太田市長にインタビューをしました。で、その時にですね、の、あの、研究、 調査ノートをですね、そのまま皆さんにご紹介したいと思います。大江さんがですね、稲葉さんと出会った時のの、出会った段階で、有機米は売れるという目ではあったんですかと市長に聞きました。市長は、まあ、大変率直な方でなかったです。これは作っても売れないと思いました。こんな高い米、こんな手間の軽る米を誰が食べるんだろうかと思ってました。ということですね。ちょっとびっくりした話です。でそこでこの、取れたお米をどうしようかという話をしたときに、 ある農家の方が給食に使おうとそこででいいヒントがあったんですでこっから先の赤字で書いたところが、この太田市長の非常にまあ軽眼といいますか、あの鋭い点だと思います。そうだ、給食を使えば少し税金を投入しながら、農家の育成ができるというヒントを得たんです。仮に農家から2万円で買っても、この2万円分の、例えば学校給食会が買うおう米、1票1万4000円。 こちらのお米は2万円ですから、1票6000円の差を税金で投入しても、これは付加価値ができて、子どもたちに安心で健康なお米が提供できれば、これは市民全がすべてが喜ぶと思って、そこで踏み切ってやったんです。まず学校給食を全量有給前にしろと。素晴らしい発想ですね。まさにその市町村の首長さんがですね、こういう決断をすると、動き始める。 という前例ですね担当者がいくら頑張ってもです、ね、でいや、お金ないんだよというのは勝てませんが、首長さんがです、ね、で何、1票6000円の差額、安いもんじゃないかと言ってくれると、この家動き出すんですね。この太田市長のこの判断は素晴らしいと思って、いろんなところで考えあの紹介しています。で、この太田さんの発想の中にも公共調達という発想が生きてるんですね。公共調達によって、有機米の需要を作るという発想があったんですね。 これもいすみ市が非常に先進的な成功を収めた理由の一つだと思います。あ、えっ、ー、と、これはあの参考情報なんですけども、えっ、ー、と、今度、あの、オーガニック学校給食フォーラムというのが開かれるそうです。来月3月17日ですね。全国のあの、有機給食を進めている 団体の11団体かな ?11 団体の方がですね、いろんなあの、えー、事例を報告して、あと皆さんで投稿をしようというものですね。ご参考までに添付しておきます、えー。だいぶ時間が迫ってきましたので、あと5分ぐらいで終わりたいと思います。えー、行政が有機農業を理解する3番目のポイント。行政からの支援。でオーガニックビレッジもグリーンな栽培体系も えー、協議会には行政がかかることになっています。繰り返しますけども、オーガニックビレッジは市町村が主導することになっています。で、右側がさっきのグリーンな栽培体系ですけども、ここには普及組織ここ見えますかね？普及組織が入ってます。普及組織は普通県がやってますから、これをやるためにはえー、っと都道府県が参加することが必要になります。そのことを下の文章で書きました。具体的には都道府県普及センターと市町村。 特にに市町村長の姿勢が重要になるさっき言いましたように、グリーン、オーガニック,ニックビレッジ事業は、市町村が主導しますので、首長さんがやるといえば始まるし、やらないといえば始まらないんですね。はい、さて、そうしますと、ですね、えっと、我が県、我が町で有機農業を推進するという自治体をどうやって増やせばいいのかという問題が出てきます。 今までは有機農業を増やすのはです、ね、生産者がいて、消費者がいて、食べてくれる人がいれば増える、つまり産直とか、産照提携の考えですね。昨日のの都民んの四葉生協もその食べる、作る人と食べる人が両方いれば成り立つという仕組みだったんですが、これからは,、ね、れからはそれに加えて、行政をま巻き込まなければいけないんですね。 ここれははもううう行政ととといいいいいい関係がでできているところは除けばすすね新しい課題だというふうに思いますなぜかといえば、繰り返しますけれども、えっと、今まで農水省は観光栽培を進めてきましたので、ほとんどの都道府県のほとんどの普及センターの人たちは、ですね観光栽培をすることは当たり前だと思っている、その人たちが有機農業をやるんだというふうに思ってもらうためにどうしたらいいのか、ここは知,知恵の絞りどころだというふうに思います。 ちょっと時間がありませんので、この点はここまでにします。最後です。最後、ちょっともう一つ大事な点があります。え地域の食と農を作る市民会議、仮称を作る、食の自治組織という長ったらしい内名を書きました。何のことか、パッと見てお分かりにならない方も多いと思いますが、ちょっと考えていきます。まずですね、オーガニックビレッジ事業、さっき言いましたように、まあ、それをやろうと、ね。やったらいいよと私言いました。 皆さんやろうと思った。で、えー、市町村に持ちかけたら、まあ、市町さん、町長さん、村長さんが、いいやろうやろうと言ったと。さて、じゃあそれですぐできるんでしょうか。いすみ市の事例は、よくそのトップダウンで広がったとよく言われています。さっきの太田市長さんがやると決めたから広がったと言われますが、本当に首長さんがやると言えばですね、オーガニックビレッジコースはできるんでしょうか。私はね、できないと思います。なぜかというと、 ちょっと読んでいきます。オーガニックビレッジ事業をやる場合、誰がまとめ役、調整役になるんだろうか。市町村の担当者がなるんでしょうか。あるいは農家でしょうか。あるいは事業者でしょうか。大学教授でしょうか。市民でしょうか。ね市,市町村が、オーガニックビレッジは市町村がやるとなってますから、市町村がやるとなれば担当者がついて、はい、安定なさいということになります。でも担当者にできるんでしょうか。 私は難しいんじゃないかと思います。枝をすると空中分解するのではないかと思います。有機給食の先進事例である愛媛県今治市の安井隆さんはですね、有機給食を推進するために2つのチームを作ったと書かれています。1つが有機給食推進チーム。これは首長、農業担当、学校給食担当、栄養士、教員、PTA、JA など。この 有機質給食推進チームがこう事業の枠組みを決定する組織ですね、決定する、こうしましょうとみんなで決める。具体的に動いていくのが食材生産チームで JA ・生産者グループ個人というふうになります。こうを見ていただくと分かるんですが、この推進チームの中にですね農業担当と給食担当と栄養士・教員・ PTA ・ J が入る。つまり農業 セクター農業分野と教育委員会がですね一緒にならないとできないんですねで。しかも地域の事情が分かった人ができなきゃいけませんので、そうすると私の考えでは、えっと地、次の文字になりますが、地域の事情が分かった関係者が集まって、地域の食と農を作る市民会議というような食の自治組織を作る必要がある。ここであえて自治というですね言葉を使いました。 つまり自分たちの給食を自分たちで管理するということですね。学校、なんて文科省がやってくれとか、給食センターがやってくれるんじゃなくて、有機給食を進めるためには、農業サイドと教育関係サイドと、もちろん PTA、府警サイドがみんな連携しなければいけない。じゃあ、それは連携ができれば、ですね、学校給食を通じて、地域の食を、まあ、自,治自治したということになるわけですね。ですから、食の自治組織が必要だというふうに書きました。 でここから先、これをスライドは、昨日のイの陰薬さんのスライドをちょっとそのまま使わせていただきましたけれども、えっと、陰薬さんは昨日同じような話をされて、あの、趣旨を守るためにですね、えっと、ローカルフード委員会っていうのを作んなきゃいけないというふうにおっしゃいましたけれども、そのローカルフード委員会と、私が言ってる地域の食とのを作る市民会議は、ほぼ同じものをイメージしていると思います。陰薬さんのスライドのですね、ちょっとこの灰色の えー、白抜きの文字見ていただけますか。食、医療、福祉、環境、災害、教育政策の連携。ほら。ここではですね、有機給食以上に、食と医療と福祉と環境と災害と教育がみんな連携するような組織が必要だと言ってるわけですよね。つまり分野を超えた組織。ま,あ、まさにこれこそが食の自治組織ということになります。こういったものをですね、作らないと、 オーガニックビレッジ構想をですね、仮に農水省の予算を取ったとしても、回していけないんじゃないだろうかと思うんですね。すいません。もう時間が来てるんですが、もう一枚、二、えー、枚か。ちょっとお付き合いください。創造 <laughs> 力の体操と書きました。これ新しく機能付け加えました。オーガニックビレッジが動き出すと何が起こるのか。まず、生産者を見つける。技術研修をする。出荷品目を決める。作付計画と数量を決める。 給食センターまで誰が運んでくれるのか運ぶ人を探す、農作物の農産物の価格を決める、納品支払いのルールを決める、こういった農業サイドの取り決めが必要になります。今度は教育サイドでは、教育委員会の了解を得る、栄養士の了解を得る、給食のメニューを組んでもらう。まあ、こうしますととりあえず動き出しますが、実際動き出すとですね、次の課題が起こります。天候不良で予定した数が足りませんでした。 ねええー、と今週、人参を使うはずが人参取れませんでした。どうしましょう。あるいは取れすぎました。どうしましょう。あるいは、雪の木やりましょうと言ったら、ですねあのやりたい農家が増えちゃって、給食で消費できないぐらい取れちゃいました。どうしましょう。というふうに、このオーガニックビレッジ構想や、あるいは有機給食っていうのは生き物ですね、まあ言ってまあ、生き物っておかしいか、富井さん、ね、やってるのは、生協と同じような事業ですよね。 事業は生き物ですねですから、絶えずいろんなことが起こり、それをマネージしながら回していかなきゃいけなくなります。そこで、地域で有機農業を広げるのは、農業の生産、流通、消費全体をコントロールしなければならない多面的な仕事であります。誰がそれをやるんでしょうか。で、そこで参考になる事例として、最後に、フードポリシー・カウンシルという横文字の言葉をまた紹介したいと思います。 フード、ポリシー、カウンシルですね。直訳しますと、フードは食、ポリシーは政策、カウンシルはですね、評議会と訳しますので、訳しますと、食の政策、評議会となります。何のことかわかりません。ちょっと解説します。食の問題は、行政の部分をまたがる分野横断的な課題だから、自治体に任せてもできない。自治体は縦張りですからね。 でそこで、市民、研究者、企業、自治体などが対等な立場で議論し、政策を決めて実行できる組織を作る。それがフードポリシーカウンシルだということですね。あ、ここにあの、議員さんを入れるのを忘れました。すみません、議員さんが入ります。えっと、ね。そして、実は北米ですね、アメリカとカナダには、このフードポリシーカウンシルという組織が数百あります。そして日本では、 先進事例として、食と等の未来会議、京都というのが今、立ち上がって活動を始めているところです。すみません、このフードポリシーカウンセルの話はもう時間がなくてできないんですが、日を改めてですね、機会いただければ、詳しくお話ししたいと思います。どうやらですね、このオーガニックビレッジを進め、あるいは日本に有機農業を広めるためには、技術を増やし、消費を増やし、行政を巻き込み、プラスですね、その全体を運営する、 組織としてのこのフードポリシーカウンシルのような組織が日本にも必要ではないかなというふうに思います。最後に PR なんですが、私は日本有機農業協会の会長をしているんですけれども、来月ですねあの、今日の授業に関係したフォーラムを行います。自治体の有機農業政策と地域づくり、島根県の経験を中心としてという事業を行いますので、この PR のチラシを今これで共有しました。すみません。えっと 皆さんに事前にお配りした資料集にですね、3枚ぐらいスライドを加えてあります。ですから、この新しいスライドが必要な方はですね、ちょっと行っていただけたら後でお送りしますので、チャットの方にメールをですね、お送りいただければというふうに思います。時間オーバーしてすいません。今日の私の発表を終わります。ありがとうございました。うん